畑英二郎さんは日田市出身で1968年に日田市長を3期11年務めた後、衆議院旧大分一区にく外替え出馬し初当選自民党時代の1993年、宮沢内閣への不信任決議案に賛成して離党し参加した新政党では細川内閣で農林水産大臣、畑内閣で通商産業大臣を歴任しました。 その後、新進党、太陽党、民主党を経て2000年に政界を引退しています。関係者によりますと、旗さんは今月4日の午前8時2分、老衰のため入所していた日田市内の特別養護老人ホームで息を引き取ったということです。94歳でした。通夜と葬儀はすでに近親者だけで取り行われたということです。